ちに行くと何があります。こんにちは。すいません、今お忙しいですか？いやいやいや、もう無事帰んだ。 ありがとうございます。素敵な前掛けしてらっしゃいますけれども、これは酒屋じゃなくて麺屋なんだけど。麺屋、そうなんですか。ラーメンとか乾麺の卸専門なんですが、日本松ラーメン、日本松生ラーメンっていうか、日本松生ラーメン、生ラーメン隠れた、お土産品ですから。日本松ラーメンはお店で食べられるんですか？ラーメン店の名前は菊花って言うんですよ。ちょっとお腹が空いた頃を覗きに行ってみていいですか？どうぞありがとうございます。今度情報館ですか？はいはいはい、情報館物産店やってますね。そうですね、まあ、物産店の方にも販売品を、お土産ラーメンが、お土産ラーメン、小学校がありますよ。今日結構寒いんですけど元気に遊んでますね。そしてその向かい隣になるんですかね、にあるのがこの日本松情報館。ここにね、お土産ラーメンがあるとの噂。綺麗な建物ですね。お土産どころって書いてある。突然すみません、はい、ちょうどこちらにお土産ラーメンを出したんだという方とさっき出会いまして、はいはい、ちょっと撮ってもらっていいですか？ありがとうございます。ラーメン屋さんのはまだ並んでないんですけど、それちょっと見てもいいですか？あ、すごい。明日からなんですけども、この物産展が、はい、今日この辺りに多分商品が並ぶ予定なんです。ああ、そうなんですね、はい。日本松生ラーメンって初めて聞いたんですけど、はい、この日本松ラーメンはこう地元の人の中だと定番なんですか？これは地元の製麺屋さんが、独自開発して作ったものなんです。さっきのご主人が独自開発したんですね、はい。でこれはお土産商品なんで、スープとか全部ついて販売してますんで、今家具屋さんが今ちょっと来てるんですね、はいはい。伝統の、城下町なんで、はい、城屋ダンスって言いまして、城屋ダンス。おはようございます。階段になってるこれタンスなんです。本当だ、だんだんになってる。県のコンクールの時に県知事賞をいただいた商品なんです。県知事賞を、はい、階段の下、無駄なくタンスにして、人が登っても大丈夫なんでしょこれ。普通のタンスだと人が乗っかっちゃったりすると歪んだりなんだりするんですけど、はい、日本松のタンスって人が上がっても全然丈夫な頑丈な作り。本当にタンスの上に乗るのなんて本当に子供の頃以来。本当に本当に行きますよ。よいしょ。あ、すごい、なんか全然きしむとかも全くないんですね。嘘。いやこれ全然やめて。嘘。すごい、まさかこの年になってタンスの上に乗る機会が来ると思わなかったです。ちなみにこれおいくらなんですか？39万8000円で。待って40万のタンスに乗ったんですか？40万を足で踏んだ。どうしましょう。かぼちゃワッフルです。生地がサクサクで、おいしい。